流麗なデザインを得意とする。その独特なマシンは、ルマン24時間レースや世界ラリー選手権で多くの勝利を収めた。1990年代後半には、トヨタチームヨーロッパに移り、同チームで、ルマン24時間用マシンを手掛けたほか、同チームを母体に、トヨタ F1 が設立されると、テスト用マシンとして、トヨタ TF101 を開発したが、 2001年にチームから更迭された。その後は、アンリペスカロロ率いるチーム、ペスカロロスポールにテクニカルディレクターとして参加しており、マシンの設計などを手掛けている。同チームには2006年まで在籍した後退任、その後引退し、現在はフランス南部で夫人と悠々自適の生活を営んでいる。かつては、レーシングドライバーであった。 映画、栄光のルマンのエンディングで流れるスタッフロールの中に、ロケで実際にマシンを走らせていたドライバーが名を連ねているが、その中に彼の名前を見ることができる。1999年のルマン24時間レースでは、土屋圭一からデコタンと呼ばれていた。ありがとうございます。